来ましたよ。いやもう最高。いやめちゃくちゃいいやん。最高だなこれ。貸切サウナよ。よくない？いいわ。ここかな。おお。いいっすね。茶室みたいですよ、うん、なんかすげえおしゃれ、うん、水風呂もあるしちゃんと最高だな、ね、これやばくないですか。やばいね。ちょっとサウナ好きだから好き。めっちゃ好き。ちょっとね、皆さんサウナのルールってそもそも知ってますかね。手順っていうのがありまして、まずお湯にちょっと浸かってから入る方がいいとされてるんですよ。だいたい8分から12分程度で、あんまり無理しない程度で入ってから、水風呂に30秒から1分ぐらい浸かるんですよ。最後に外気浴で、整うっていうのが、あっあーやめマシューのマシュー出ちゃうね。マシューのマシュー出ちゃってるよ、ね、マシューのマシュー。マシューくん、しかもこれ両流が自分でできるらしいんです。おめっちゃいい。そう、しかもお茶らしいんですよ。え、その聞いたことない。お茶料理。いや僕も初めてなんですけど、多分今ジャンプして落ちる。何よ。ああ編集だ。バケツで隠れてる、バケツで隠れてる今。バケツで隠れてる。バケツで隠れてる。大丈夫。隠れてる。大丈夫。あいおい、どバカだ。どいいねいいね。テレビの面白いの。入って普通に来て止まって。貸し切りサウナ最高やな。カップルで来たらね一緒に。めっちゃいいじゃん。そう、最高だよね。カップルのもだし、家族とかもね。家族もだし。よいしょ。え？何年かの授業が。編集面倒くさいなるかもしれない。あー、いい音。ASMR。あっつ、うわ、香りがすごい。うん、あ、すみません、それでは。あ、熱波師の方が。熱波師の方がいろんな場所していただきます。っていうか、めっちゃ香り。いいっすね。めっちゃいい香り。ね、お茶の香りが。あ、ありがとうございます。あは、あ、あ、失礼します。ありがとうございます。あ、あ、ダクサ、ダクサ、ふう、ふう、あ、気持ちいい。ちょっとこの水風呂何度ぐらいになる？うわ、待って冷たい。あ、やばい。よくいけんね。いや最高。やばい。あ、よいしょ。あ、はい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 、1分ぐらい、1分ぐらい入った。ちゃんと拭くんですよ、これ。ちゃんと水気を取るんだ。そう。何整ってるの？もう整ってるやん。外気浴する前に整ってる、この人。やばいね。もう整ってる、この人。もう整ってる。整ってたもん。17時から23時ぐらいまではここがあのバーになります。へぇー、来た来た。焼けましたね。ありがとうございます。うわ、贅沢な朝ごはんだ。あー、これ最高だな。いただきます。いただきます。いいね。そうね、ちりめんと、うん、なんだっけ。僕はちりめんと梅ですね。ちりめんと梅、うん、で、俺小餅きくらげと、うん、カジキのほぐし煮ということで、ね、うん、いただきますよ。どう？
泣いちゃう。めちゃくちゃうまくない？泣いてるわ。泣いてた。あの、うますぎてもう一回寝そう。しかも自分の好きな具材を選べるのっていいっすね。うん、もうマジでうま順出た。あ、見れた。よし、あ、うま渡り。具もね、めっちゃ入ってんね。おいしいわ。うまっ。あー、温まる。味噌の香りめっちゃ広がりますよ、口の中で。おいしい。あ、具材も結構入ってる、いろいろと。さつまいもだったり、あ、人参とお豆腐と、なんか季節なのかな、しめじ。鎌倉のお野菜を使ってるらしいです。うん、優しい、めっちゃ優しい、ね、家に朝にぴったりだ、これ。家で出してほしいですよ。家で出して、もうお母さん、お母さん。お母さんじゃない、お母さん。お母さんいる。お母さんいない。優雅な朝ですね、これ。これ朝食、これ最高だね。うん、うん、これ5個ぐらいいけるな。いや、でも食べれるぐらい。めちゃくちゃうまいんだけど。海沿いにあるんだ、だから。ここ？ここ？行ってみます。朝活？行ってみましょう。行きましょう。こんにちは。お願いします。猫の鳴きたいほどワイドです。お願いします。お願いいたします。ここはどういう場所なんですか？はい、朝7時半からモーニングヨガができるスタジオがありまして、はい、ここのなんかお店の特徴とかってある？ヨガスタジオとフラが体験できるんですけど、それがフラダンス。僕の妹フラダンスやってるんですよ。あ、そうなんですか。っていう 豆情報、そうなん、情報でした。じゃあちょっと妹の。じゃあおらんのよ。今日おらんのよ。海が一望できる。オーシャンビューってやつですね。そうですね。こんにちは。おお、こんにちは。めちゃくちゃ綺麗じゃん。やばい景色。やばくない？オーシャンビューですよ。すごいな。最高の景色です。最高の景色です。皆さん、すみません、よろしくお願いします。お願いします。海を一望できる開放的なスタジオで体験するのは朝ヨガ。教えていただくのはインストラクターの高松さんです。目を閉じて、まぶたの裏側から海を眺めていくように。何の音が聞こえる？1、2、3、4。で、胸開きますね。この腕、上げている右手を肩甲骨からぐるーっと胸開きながら、たっぷりと息を吸って、そうです、そうです、そうです。肘軽く曲げてもいいですよ。吐いて背中を緩めて、吸って、もう一度肩甲骨から大きくぐるーっとたっぷりと息を吸います。後ろのかかとで見えない壁を押すように力強く縦に伸びていきましょう。その手と足の距離をそんなに変えずに、お尻を後ろに引いてダウンドッグしていきます。頭がついてる。どうなってんの？手がもうちょっと手前ですね。頭がなんで頭ついてる？そう手が、幸せで手が滑る。そう、べったりです、べったり。そう、いきません。バッチリ、いきますよ。まず右の膝を右の肘に立ち。お、いいですね。右の足を後ろに引いて、そう、右の足を上げたまま肘を曲げて、胸を床へ沈ませる。さすが、つま先蹴ってうつ伏せ、バッチリです。足の甲を寝かせて、コブラのポーズ。そうです、そうです。手のひら前面に自分の体重をかけてあげながら、つま先を浮かせて、カエルのようになりそうですか。あ、いけるかも、これ。お、さすが。やっていいですか。ほら。おお、さすが、すごい、すごい。そうです、そうです、そうです。いけた。すごいですね。すごい。すごい、すごい、さすがです。今日も力強く、全身の筋肉使いながら、深い呼吸でお過ごしください。ありがとうございました。ありがとうございました。素敵な一日を。むくんでたんですけど、多分一回りぐらい体ちっちゃくなったんですよ。それは縮みすぎやけどね。縮みましたね。まあ、気持ち的にはでも、うん、この景色を見ながらってなんです。気持ちいい。だからもう笑顔で皆さんが行ってきますってこう帰ってくださるのがすごい嬉しいので、はい、ぜひこの景色を思い出して、はい、目を閉じて呼吸だけでもぜひ続けてください。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。